広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。もとなり200万一新。島根県の郷の川で謎のものが出現したらしいぞ。郷の川は鮎も有名じゃ。買い出しがてら見てまいれ。おう、Are you hungry? Yes, 鮎だけに。いやー、綺麗な川ですね。あれ、あの川の形何なんだろう。ちょっと行ってみます。こんにちは。こんにちは。あの、この川の形がなんだか変わってるなと思って来たんですけど。そうですね、ここはね、美郷町の伝統漁、柳漁をするとこなんですよ。美郷町を流れる郷の川で行われている伝統漁、柳漁は、柳という川の背に杭を打ち並べて水をせき止め、一箇所だけ開けて巣を張り、川を下ってくる魚を捕る仕掛けです。こちらが郷の川で獲れた鮎です。まあ食べてみてください。いいんですか？美味しいですよ。すごい、うわ、重い、ずっしりしてる。では、いただきます。身がふっくら、すんごい柔らかくて、味も濃いですね。幸せ。こんなに美味しい鮎が食べられるなんて最高ですね。ありがとうございます。実は伝統漁、柳漁は時代とともに続けるのが難しくなったことがあり、姿を消してしまったんです。伝統を忘れてしまうわけにはいかないと、地元の有志が集まり、柳漁復活の活動を始めたんです。2018年の西日本豪雨の際、郷の川が氾濫。昭和初期から続いていた柳の土台は土砂の中に埋もれてしまい、活動休止となりました。しかし、町のかつての姿やにぎわいを失うわけにはいかないと、多くの人が立ち上がり、柳漁は復活を遂げたのです。柳漁を自然とつながるツールとしてね、後世に残し、美郷町の伝統をこれからも守っていきたいと思っています。郷の川の文化遺産を引き継ぎ、大人も子どもも無邪気に関われる自然との共存を目指して、町も人も元気になるように頑張ります。いいですね。私も次は絶対に漁を体験したいので来たいなと思います。はい、ぜひとも来てください。ありました。美味しい鮎もごちそうさまでした。広島市消防局ではポスターコンクールを実施中。最優秀作品は火災予防運動のポスターに採用します。応募者全員に参加賞をプレゼント。ぜひご応募ください。実は郷の川に出現したのは、柳漁が復活した時にできた仕掛けでしたよ。そうじゃったのか。して何やら苦しそうじゃが。いやー、ちょっと鮎を食べ過ぎてお腹いっぱいで動けなくなっちゃって。なんじゃと、鮎OK？ ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。おー！